おお、ちょうど大丈夫かなみたいな。そっちの味見。胡椒つぶつぶで入れすぎ。はい、ふたかりました。どうしようもないな。はい、答え。お、ちょうど天才でしょ。ということで、あとは煮込んで出来上がりね。そうです。待ちましょう。待てましょう。よし。大丈夫かな。見れる。テレビより。なんか酸っぱい匂いするね。そう、酢入れたもんだって。ちょっとやばいかもね。いやいや、これがいいよ。本当に。うん、これでなんか何が足りないか。いやいや、酸っぱさが、あ、塩、塩入れてない。塩、あ、塩、胡椒、胡椒入れて、胡椒入れすぎ、胡椒入れすぎ。胡椒つぶつぶで入れすぎ。本当に、あ、ちょっと見てからだな。そうや、そうやね。全然まだ火通ってないし、ほんで。え、火通ってないじゃん。そうだな、まだ早いよな。まだ早い、まだ早い。もう一回、もう一回。でも匂いはいい匂い。だけど酸っぱいよな。失敗すぎるな。だって、ちょっとしか入れてない。入れすぎかもね。ちょっとしか入れてないよ。はい、じゃあなんかブシュッブシュすればいい。酸っぱいわ匂い。なんかブシュッブシュすればいい。酸っぱいわ匂い。なんかブシュッブシュすればいい。酸っぱいわ匂い。酸っぱいわこれ。まあ、酸っぱかったらまた。もうちょっと飛ばしましょう。え？もうちょっとね、飛ばすわ。煮詰めて飛ばしましょう。あれあれ、なんだっけ、お砂糖。後ほどな。お砂糖入れたよ。入れすぎよ。これ食べられるんだっけ。もうちょい入れるか。これ美味しいよな。じゃあママちょっと味見してから入れたな。そうだな。そっちの味見。これね、フィリピンあるんだよ。フィリピンあるの。マジで貧乏の時ね、今もあるんだけど、おかずない時、うん、これガブッかじってご飯、かじってご飯。ご飯に合うのそれ。ダン。まだか。まだね。なんか火がね。まだね。あ、でも火が踊ってるんだよ。いい匂いする。火。ビネガーのいい匂いする。ビネガーのいい匂いと胡椒のいい匂いがする。ちょっとあれしょうがいいな。後ろ逆。そうやね。裏返してやつね。そうそうそう。はい、どうでしょう。ね。え？なんか違うな。違う。なんか変。甘い。違う。甘い。早いじゃん。なんか足らんな。お酒？ニンニク足らん。ニンニクだった。ニンニクだな。ニンニクだな。なんかちゃうな。フィリピンの匂いじゃないな、これは。日本の匂いじゃない。完全に東北の匂いする。違う、酢も日本の酢だから、うん、醤油も日本の醤油だから、ね、フィリピンだったら、あの、うん、真っ黒だよね。あ、黒い。フィリピンの醤油美味しい。そうそうそう、うん、甘いからな。ね。ちょっと、ちょっと、ちょっと。あ、飲んだよ、飲んだよ。この飲んだよ、食べる。ないか。フィリピン風だから。回る回るよ時代が回る。多分玉ねぎいらなかったんだよ。多分ローリンが入れすぎかな。多分ね。多分な。5枚ぐらい入れてるもんね。5枚入れたから多分だ。じゃあ取ろうか。取って。入れすぎかも。まさかの。いやでも美味しそう。見た目美味しそう。美味しそうで味が違うな。味違うの？え？チリ。はい。しょっぱいかしょっぱくないかわからないな。違う。違うよね。違う。なんで？何が違う？え、砂糖少なくない？え？甘さじゃない。甘さ？しょっぱい。しょっぱい？いや、酸っぱい。酸っぱくない。酸っぱくないな。え、これ大丈夫大丈夫。2個だ大丈夫。マジか。うん、なんか足らんな。ごめんねごめんねって言う。何
ん食べな。いや、元気系。あぶしや。あぶしか。なんかもうわかんない。いいか。いいよもう。見たよ。ミゲルですよ。一回、サンミゲル。一般にするみたいな。